アクセラレーザ君を呼び出してくれませんか。いるのは分かってるんで。要求には応じられない。速やかに武器を捨てて投降するじゃん。お決まりのやつか。しゃあない、呼び出してくれないなら行くしか。ライジャー撃て。全員下がるじゃん。緊急事態、緊急事態、院内侵入者、武装している。なぜ避難しないの。放送聞こえてるんでしょ。だからなんだ。賊の狙いは君のようよ。君を想定して開発された秘匿兵器を奪ってきたみたい。そうかい。まあそれでも君は大丈夫かもしれないけど。アクセラレーターくん。だから無駄だってば。ったくよ、さっきから人の寝床のそばでバタバタうっせんだよ。そうか、君がアクセラレータ君だね。お前か、俺に喧嘩売りてってやつ。壁ぶち抜いて出てくるなんて、あんた相当ヤバいね。会いたかったよ。あんた倒すのは簡単じゃなさそうだね。お前たちを倒すのは簡単そうだがな。じゃあなんでそんなことしてるの。ここで追っ手を完全に巻きたいの。それにトロイ、お前がこのまま逃げ切れるとでも思ってるのかよ。ならいっそここで終わりにしろ。何言ってんだか。私に近づくこともできないくせに。やば、なんで無事なの。当てが外れたか。お前の武器の種は割れてんだよ。窒素だろ。さっきの爆発もマイナス210度以下で固体化した窒素を利用したもので、でそのおもちゃの正体は固体化した窒素を溶かして使う超高圧ウォーターカッター。だが本命は踏み込んできた相手に撒き散らした見えない窒素で酸欠を起こさせること。出な、手離せ。ああいいぜ。よくこんなくだらないもので俺をやれると思ったもんだ。さてじゃあなんで窒素の渦中にいるお前らは酸欠にならねえのか。そこで荷物運びとしてもおぼつかねえのについてきているお前だ。お前は空気中の気体の含有率を操作するエアロセパレーターってとこか。お前が仲間の周りだけ正常な空気を保っていたんだ。だがそれが分かっちまえば終わりだ。俺はその能力の上位互換、あらゆるベクトルを操るからな。これで種明かし終了で。いいじゃん、ちょうだいよ遺伝子情報ぐらい。ケチケチしないでさ。やめとけ、俺はあの説教くせえレベルゼロじゃねえ。まだやるなら手加減はしねえぞ。その血は私のもんぜ。これでもまだやるか。ダメ、ヨウちゃんが死んじゃう。それ以上やるなら私が相手になる。ああ。命張るほど大事なやつならこんなことやる前に止めるべきだったろ。